始まりました。今日もコメント返ししていきたいと思います。なので、いつも通りなんですが、コメント返しを必要ない方は、ここで終わってくださいね。ジュアンエンジェルさん、葵ちゃん、かわいそう、信じてるのにね。てか、いつもコメント返しありがとうございます。実は皆さんのコメントを自分がコメントするときに楽しく見てたりします。なんか足元さん、ファン仲間みたいで、次の配信も楽しみにしてますので、頑張ってください。ありがとうございます。もしね、コメントとか、こうやりとりとか、なんか仲間とかが欲しければ、僕のショールームっていうアプリに来てくだされば、視聴者さんのコメントに対して僕が返したりとか、生配信でそれができるんで、もしよかったら概要欄のところにショールームのやつあるので、よかったら来てください。よろしくお願いします。次、カピさん、今回5時多くないですか？わら、ボーイとキャバ嬢って恋愛禁止なの知らなかった。あ、5時多かったですか？すいません、申し訳ないです。気をつけます。ボーイとキャバ嬢って多分恋愛禁止やったはずです。 OK のとこもあるんかな？誰か教えてください。次、トイレットペッパーマン。あ、俺これいつもトイレットペーパーマンって言ってたけど、トイレットペッパーマンさんなんや。お、知らんかった。大西、やっぱりモテる男は違うの。でもな、利用する側とされる側の人間ちゃうわ。あんたのやり方は汚い。葵ちゃんかわいそうや。コテコテやな。え、こんな南の手よみたいな感じの人な。次、乙女少年カンピーさん。名前おもろいな。やっぱり女目的だったか。ひどいボーイ。いつも見てます。なんか足元さんの LINE 動画は他の LINE 動画と違った面白さがあるような。点点点。これからも楽しみにしています。体調には気をつけてください。ありがとう。いや、結構ね、その LINE の動画っていっぱいあるんよ。で、もちろん抱えてるとことか、もうめっちゃあって、もうそれに負けんように頑張ってるんですけど、他の LINE 動画と違った面白さがあるって言ってくれるのはめっちゃ嬉しいな。こういう乙女少年カンピーさんみたいな方が増えてくれれば嬉しいな。はい、次、カコさん。葵ちゃん利用されてたか。私も好きになったらすぐに利用されそうです。コメント返しも毎回ありがとうございます。え、騙されたあかんで、カコさん。カコさん騙されたあかんで、気をつけてね。次、ひろかさん。騙されてるなぁとは思ってましたが、葵ちゃんの気持ちもわかるなぁ。女心操るのうまいね。いや、ほんまに僕もこれぐらい上手になれたらいいのにとか思いながら日々過ごしてます。次、わら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 さん。あ、ちゃうわ、わらわら少々さん。いつもお疲れ様です。呼び方わら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 は特にこだわりなくて、なんとなくつけたので、わら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 。あーって、合ってた。最初で合ってたんや俺。今回の話は予想できましたけど、楽しく拝見させていただきました。ちなみに私は大のドラゴンズファンです。あ、ライバルですね。ヤクルトファンとしてはライバルですよ。次、マイコさん。初コメです。ありがとう。毎日動画アップお疲れ様です。いつも18時が楽しみで仕方ないです。あら、めっちゃ嬉しい。しかし汚いやり方ですね。葵ちゃんかわいそう。まだホストの方がマシ。私も風俗場バージョン見たいです。コロナで感染されませんよう気をつけてください。次も楽しみにしてます。このマイコさんともう一人の方、何名かから風俗場で LINE 作ってくださいって言われたんで、リクエストにお答えしました。求めてるものと もしかしたらちゃうかったかもしれへんけど、一応作ってみました。またコメントよろしくお願いします。はい、次、春いちごさん。コメント会社ありがとうございます。入社式はなく4月1日から働いてます。まさかママさんとボーイさんがグルだったとは。やっぱりそうだね、入社式なかったんや。頑張って春いちごさん。次、ボムさん。俺か俺以外かみたいなテンションでゴミみたいなこと言ってるな。どういうことや。次、みつるはがさん。キャバ嬢が逆に騙されるの結構面白いな。わら、動画投稿お疲れ様です。お体崩されないようお気をつけください。あと、青木選手、あの年で3割近く打ってるのすごいですよ。いや、ほんまにすごいよ。レジェンドやから、もうマジで。だって今日本で通算打率1位ですからね、青木選手は。わからない方すいません。次、ミキさん。エロいですか？あ、そや、俺このトップが見て、エロとか言った人や。ごめんなさいね。コメ会社ありがとうございます。すごく嬉しい。あ、嬉しいんかい。面白いネタだらけです。150キロある子で本番の金額が5万とかですからね。高っ。ボーイさんってすごくかっこいいイメージあります。恋っていいですね。橋本さんは恋してますか？僕もね、街で見かけた可愛い人に恋するんで、多い時で1日10人ぐらいに恋してます。次、キュンキュンさん。わうわうわ、途中までキュンキュンしてたのが一気にゾッとしました。コメント返し嬉しすぎです。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。いつもコメントキュンキュンしてたのにな。ごめんな、裏切ってしまって。次、パッパちゃん。ある意味大西のやり方は上手いと思うけど、あまり世間を知らない女の子の気持ちを利用してほしくないな。コメントのお返事いつもありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。パッパちゃんとかキュンキュンちゃんみたいな方はハッピーエンドで終わってほしいんですかね。次、村口真理さん。え、ほぼ矢口真理やん。え、あー、ちょコメント読まない。葵ちゃんの気持ち利用するなんて最低だと思うけど、私も好きな人だったら言いなりになってしまうかも。私も橋本さんのファンなので、コメ呼んでもらえるように頑張ります。わ、そんなに。ありがとう、嬉しいわ。これは言いなりになってクローゼットの中に隠れるんでしょうか。次、両小西さん。初コメです。今日の話はほっこりする話やなと思ったら、まさかのボーイが下道というね。ママとのトーク見たくなかったな。橋本さんの話は長すぎないので、寝る前に見るとちょうどいい感じ。
で楽しめています。また次回も楽しみに待ってますよ。ありがとうございます。あ、寝る前に結構見てくれてる方もいらっしゃるのかな。ありがとう初コメ、次もコメントしてね。はい、ということでですね、今回ちょっと長なったんですけれども終わります。僕の印象としてはなんか初コメ、初めて名前をお呼びする方がどんどんなんか増えてきてめちゃくちゃ嬉しいですね。ここまでね読まれてる方、もしよかったらね、あの一回コメントしてみてください。よろしくお願いします。で、僕はですね、もう毎回言ってるんですけども、18時に YouTube アップするのとですね、ショールームっていう配信アプリで生配信しておりますので、 よかったらそちらも見てください。よろしくお願いします。そして一旦は0時00分にいろんな作品上げてるので、皆さんよかったらね Twitter の方もチェックしてみてください。はい、以上になります。ありがとうございました。バイバイ。